はようございます。おはようございます。本日は7月17日ちょっと旧市街の方を観光したいと思います。はい、はい、まずは黄金博物館にやってきましたので、はい、日曜日は無料ということで入っていきたいと思います。うん、混んでるかもわからん、ね、じゃあ行きましょう。じゃあ入りたいと思います。無料で、パスポートの確認もなく、うん、無料でね。結構でも人いるな。まあ無料だからね。こんな感じで回ってきます。すっごいいっぱい何かにつけたのかな。この表情が面白い、かわいい。誕生日会で使う王冠じゃん。かわいくないこれ。顔がなんか歯が出てて面白い。なんかどんぶりというか、なんか香水のケージみたい。うん、光るわめっちゃ。ラッシュ耐えたかと思った。各国の展示のポスターが並べられてます。この中に日本のも、西武船橋で昔やったっぽい。1990年、へえ、私が生まれた頃だ。なんか野球場みたいな音するね。今最上階にいますが、なんか外からなんか人が騒いでる人いますけど、ここに。はい、ということでいただきたいと思いますが、はい、結局 Wi-Fi の関係でケンタッキーに来てしまいました。現金持ってないから、そのクレジットカード確実に使えるとこじゃないとっていうのもあって。わー待って、すごいでかくない？食べられるかしら。見える？わーすげー、うん、いただきます。おいしい。ミサンガみたいな売りつけられそうになったね。ああ、落書きがめちゃくちゃ多いんだよね。ウーバーで走ってる時から思ったけど、もう落書きされてないシャツを見つける方が大変ぐらい。ちょっと全然新市街と雰囲気が違って圧倒されてます。ドキドキする。すごい日曜日だからかめっちゃ盛り上がってる ね。 USJ にいる気分になる。なんかいろいろ踊ってる人とかペニーワイズもいるし、ちょっと面白いね、人が多くて。はい、広場に来ました。はい、楽しい雰囲気、ね、すごい賑わってるね。賑わってるね。こちらすんごい人。テーマパークみたいね。なんかさ、ペルーの屋台との違いは、まあ、いい、うん、なんかペルーの屋台って大体どっかからか持ってきてんだよね。美味しそうじゃない？美味しそう。なんかさ、作ってんのよ、ちゃんとここで揚げてたりとか。美味しそう。でも私たち現金持ってないから、すごい汚い。うん、ゴミはすごいね。ゴミはすごい。あ、めちゃくちゃ食べたいけど、この揚げたてのチロスとかゴーフルとかね、結構。あと久々の教会じゃない？そうだね、なんか大成功。ペルーお金取るとこが多かったからね。綺麗、かなり作りが大きい。大収容って感じ。ペルーだからなのか、金が。ペルー？コロンビア？あ、これコロンビアだからなのか。確かにね、金がよく使われてる。本当だね。まあ、カトリックだしね。はい、それではボテロミュージアムに行きたいと思います。どんな芸術作品が見れるのでしょうか。楽しみです。あ、ついにモナリザ見れましたね。ちょっとなんか幅広い気がするけど、念願のモナリザが見れました。2階まであって一通り拝見してきました。
ゆうたくん、いかがでした？そうね、大前提よくわからん現実はっていうのはありつつ、はい、こうすごい太っちょな絵がたくさんあって、うん、なんか俺を見てるようでなんか親近感が湧きました。人だけじゃなくて物とか、 なんか果物とかもバナナもなんかすごい太かったり、なんか本もすごいぷくぷくに描かれてたりして、なんか可愛らしいなって普通に思いました。癒された、なんか丸っこくて。今回もご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。